そうですね、2018は、うん、あのハワイ行こうと思ってますね。そうなんですね。そうです、ケンさんとですか。ケンさんとも行きたいですね。はい、個人的にも個人的にも、はい、そうなんですね、はい、向こうで仕事のなんかできるように、ね、あ、そんなに拠点を作るんですね。海外で考えてらっしゃるんですね。そうですね、なんかそのための英会話なんですよ。うん、まあ確かにつながりますよね。そうですね。でね、なんかハワイでもやってますよっていうようなそういう感じに、うんうん、してそっからまたいろいろ世界的に行けれたら、すごいですね。台湾とか、アメリカ本土もいいですけど、アジアもいいですよね、やっぱね。アジアはね、いいですよね。台湾とかね。台湾とかね。ちょっと行って、とにかく、まあ、とりあえず英語じゃないですか、大体、はい、大体は。はいはいはい。まあ、英語使えるとだいぶいろいろいいですよね、多分。なんとなくね、共通って、なんか言えますもんね。そうですよね。台湾は多分北京語かなんかだと思うんですけど、さすがにちょっとね、また手ぶりよくできるので、まあ、今だいぶ背骨はまっすぐになってますね。ありがとうございます。全然大丈夫じゃなさそうでしたけど。いや聞いてます。すごい、なんか横っ腹が伸びる。これ前回やりましたっけ。やったと思いますけど、ね、前回じゃないかもしれないですね。何回かはやってますね。やってる気がします。はい、今日聞く。これ皆さん、これ演技じゃないですから、ね、マジ聞いてますから。YouTube 的リアクションじゃないですか。分かると思いますけどね。すっごい。ちょっと脇っ腹がすげえ硬かったのか。これで、はい、置いてみてどうでしょうか。釣りそうな感じ残ってますか。今んとこ大丈夫そうですね。はい、なんかでもふくらはぎのチクリっていうのが少し減ってる気がします。はい、はいはい、抜いて、でも左痛いですね。左ちょっとまだ痛み強いですかね。はい、右は大丈夫です。右は良くなりました。はい、話戻るんですけど、店舗を持たないでやりくりしたいなっていう。なるべく出張とかになるとかですか。出張とかってことですか。そうなるべくだからその店舗持つとやっぱりあれじゃないですか、経費かかるじゃないですか。まあそうですね、家賃。でも店、まあ店舗のいいところもあるんですけど、はい、なんかなるべくこう店舗持たないでいろんなところでこう拠点があってそこを回ってやりたいなっていう。そんな感じにしたいです。それで1週間回れれば。すでにあるところに自分が行ったりとかみたいなことですか。もう決まったところがあって、そこだから今レンタルスペースみたいな感じのところを、でそこにはもうそのお客さんがもう
毎週待ってるような感じにしていて行くだけでだからこう回れるみたいな、そういう感じにしたいなっていう。あー、痛い。腰の痛みに関してはもう傷ついてるような感じなのかもしれないですね。じゃああんまり無理しない。氷とかのを超えて、はい、ちょっと痛めちゃってる感があるかもしれないですね。痛がり方も。まあ、ただ周りをほぐしておくことによってそちらに負担がかかるのを、はいはい、まあ、和らげたりとか治りが早くなるようにっていうことは言えるので、左右のバランスですとか取っておきますので、はい、まあ、それでだいぶまあ和らぐとは思うんですね。触って痛くても普段は痛くないとか。そうですね、普段全然痛くないんで、はい、であれば、まあ、触っても痛くないように、まあ、なるように回復しやすくするっていうような感じですね。はい。おいしょ。いやー先生ピンポイントで入りますな。あー。全身あんまりいいとこないまあね、まあ、どっかに痛いって、ね、なるときはね、もはややっぱり全身ですから。そうですね、毎回全身ですからはい、じゃあ今度仰向けですね。はいはい、そうです、うんうん、まあそうですね、まだ分かんないですけど、一応今んとこね、良さそうですね。そうですね、うん、まあ無事になんとかね、越したいですね。そうですね。